さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日は先ほど吸水性フォームがずらっと並んでるのを見ていただいたと思うんですが、実はこの吸水性フォーム 5m20 あります。これの 5m20 のクリスマスのテーブルデコレーションを制作します。もう世の中はクリスマスモード一色なんですよでね、実はこれ一箇所段差があるんですよ。この段差をあえて作ってあります。っていうのが、この現場が実はこのぐらいの段差があって、それをクリアしなきゃいけないということになってますので、あえて段差をつけてそこをクリアするようにこれから制作します。ではですね、早速クリスマスアレンジメントを制作していきましょう。どうぞ。はい、ではね、始めていきます。まずは先ほど言ったね、段差は2センチの段差がありますので、この段差分をちょっとフォームをカットして少しこうカムフラージュしていきます。僕は包丁使ってますか。はい、フォームのカットができましたら、これからこう全体をファンデーションワークしていきますけど、まずね、ちょっと少しこう面取りをねしといた方がいいんですけど、ちょっとこっちのフォームは今カットしたフォームの方は低くなってるんで、このフォームは面取りをしないで、その他のフォームを面取りしていきます。はい、ではですね、一番最初にこのもみの木ね、こちらをアレンジに入れていきます。これで大体のアウトラインを取っていきますね。まあ、もみの木はすごいこう闇がつくんで、後々いろんなところに自分の手がベトベトになると被害が及ぶんで、こういう軍手を着用していきましょう。で、この刺す部分のね、葉っぱをこう取って刺していきます。で、実は今ね、こちらの左側から刺してますけど、ここって今、フォームをこう頭をカットして、先にのフォームの2センチダウンのフォームをすら合わせてます。なのでこっちのフォームが2センチカットされてるんですね。ここの2センチカットって結構この枝物を刺していく部分ではダメージが大きくて、だからここはちょっと丁寧にやっていかないとフォームが壊れてしまうので、ゆっくりここは刺していきます。はい、今ですね、ここちょうどここのね、段差のところに差し掛かりましたね。ここがね、今こう段差があったんですね、あるんですね。で、ここのところのグリーンをもみの木の入れ方をちょっと工夫しないと、この段差がバレバレになってしまうので、
ここのところだけね、こううまくこう平行に見えていくように気をつけて刺していきます。はい、今ねこうだいたいこう平行に刺してもみの木で刺してますけど、まだ少し段差が見えます。この時点では、これもみの木だけだとこの段差を消すことができないので、次に刺すヒムロツギとかそういうものを入れていくともう完全に見えなくなります。ではこのまま続けていきます。今1時半です。今ここまでで大体1時間ぐらいなんですよね。この本もみのテーブルバラはすっごい時間かかるんです。頑張ります。今ちょっとこの上にねひょろひょろしたのを出しましたよね。これを出すことによってこの高さのカムフラージュをしていきます。はい、でここでね少しヒムロスギを間に入れていきます。こうもみだけではねどうしても塞がりにくかった部分をこうヒムロで埋めていきます。ヒムロの方がこう柔らかいのでもみよりは自由に効きますね。自由になります。すいません、ハンノキをヤシャって言うんですけど、入れるところを撮ってるとばっかり思って、録画してるとばっかり思って撮ってませんでした。このように入れていきます。これからまだ入れていきますけど、すいません。次にこのクリスマス氷を入れていきます。はい、これでですね、大体こうヒムロスギとモミ、それからクリスマスホーリーですね、あとヤシャの枝でベースがね完成しました。この次に、こういう三キライ、そしてこの松ぼっくりですね、これで少しこう色付けというか雰囲気付けをしていきます。で松ぼっくりに関しては、このようにワイヤーを
こうかけますね。そしてここでこうくるくると巻いていって、こういうねパーツを作ります。そしてこのまま刺していきます。では行ってみましょう。結構ね、こういう地道な作業がね多いんですよ。だからまあ他のこうアーティスト界をはどうかわからないんですけど、フラワーアーティストは結構地道な作業が多いんです。